ちら品番が 6134C のバックオープンブラウスです。これは今私が着てるオフホワイトと、こちらがピンクベージュ、はい、でブルーの3色展開で、こちらお値段税込み4490円でございます。はい、じゃあおすすめポイントをお伝えさせていただきます。名前にもなっている通り、このバッグデザインがすごく可愛いアイテムとなっております。で結構すごいタックがねたくさんついているので、すごい動きもあって女性らしいあのデザインのブラウスになってます。で結構お袖もすごいポワン袖なので、こちらもポイントになるアイテムかなと思います。はい、で生地感的にはちょっととろみ感のある素材になってます。なのですごい高見えポイントになるトップスになってます。結構とろみ感もあって、あと最初からちょっと若干あの凹凸感がある生地感なので、シワとかもそこまで気にせず着ていただけるかなと思います。でシルエット自体もねちょっとあの動きが出るアイテムなので、あのもちろん今私パンツと合わせたんですけど、スカートとかとも相性がすごいいいアイテムです。でこのバッグデザインは今私イズシーのスクエアタンクで合わせてます。はい、スクエアタンクで合わせてるんですけど、もちろんあのカラーのなんかお手持ちのカラートップスとか、なんかボーダーのインナーとかもしお持ちやったら、そういうものと合わせていただいても可愛いので、すごいいろいろこちらも着回しがしていただきやすいし、楽しんでいただけるアイテムになっております。はい、です。うん、じゃあコメント読んでいこうかなと思います。あはるさん、その素材とデザインならシワ気にならなさそうだからいいですね。そうなんですよ、結構ねこのあたりにすごいタックが入っていたりとか切り替えがあったりして、シワはねそこまで気にしなくてもいいかなと思います。なんか丈感もロングすぎなくて、私の身長でねお尻はすっぽりかけるあの隠れる長さにはなるんですけど、まあ、そんなあのチュニックほど長くないので、座った時とかもそこまで気にしなくてもいいかなと思います。で、ね、こちらもあの先ほどご紹介したパンツとめちゃめちゃ相性良くて、こんな感じでコーディネートしていただいても可愛いかなと思います。で足元はなんかこんな感じで赤のパンプスとかと合わせてもらったら一気に春らしいコーデになるので、すごいこちらもおすすめのアイテムになります。うん、です。で結構色味もね、こちらもピンクベージュなので結構柔らかくて、すごい大人っぽいカラーになってます。結構ピンクってなるとすごい挑戦しにくいイメージもあったりするんですけど、ほんとこちらも淡いピンクというかピンクベージュなので、すごい大人っぽく着ていただけるアイテムです。でこちらのブルーもね、すごいあの清潔感というか、すごいあの涼しいあの印象になるアイテムです。ちょっとなんかブルーと若干紫が入ってる感じかな、なのでこの清涼感がたっぷりあのあるアイテムだと思います。うんうん、あ、美穂さん、涼しげで夏にも良さそうだね。そうですね、結構あのこれ風通しはめっちゃいいかなと思います。あの素材をお伝えすると、素材はレーヨンとあのナイロンなので、すごいとろみ感もありますし、肌触りもチクチク感とかなく、あの肌当たりはすごくいいので、敏感肌の方とかでも使っていただけると思いますし、結構本当これは長く着ていただけるかなと思います。はい、よいしょ。あ、はるさん、袖はゴムではないですよね。腕まくりしても止まりますか？これはね、そうなんです。ゴムではないんです。これはちょっとゴムじゃないんですけど、腕まくりは、あ、でも止まりそう。あの、肘のところで止まりそうです。うん。なので、なんか折り込んだりとかはしなくても大丈夫かな？と思います。あちささん、袖ポワンだけど G ジャンとか羽織れそうですか？これね、大丈夫やと思います。すごい素材感がほんとレーヨンで、すごいサラサラしてて、とろみ感があるので、あの G ジャンとか着ていただいても大丈夫やと思います。全然あのもたつく感じとかなく、うん、大丈夫です。はい、結構細身の、あのアウターとかでも大丈夫じゃないかなと思います。これはうん、全然これは問題ないです。はい、あゆみさん、サラサラして気持ちよさそう。そう、もうやっぱレーヨン入ってるのですごいあの気持ちいいです。たまにブラウスでも結構チクチクしちゃう素材とかもあったりするんですけど、
私も結構ね敏感肌だったりするけど、これはね問題なく着ていただけると思います。はい、なんかこれに先週発売したこのアウターとかでもね可愛いですね。あ、大人っぽい、いいじゃないですか。このアウターでも全然もたつきは感じないので、全然これはねアウターもうちょっと細身のレザージャケットとかもいけるかな。ちょっと今イズシーレザージャケットのサンプルがなくて実践ができなくて申し訳ないですけど、もうちょっと細身のケアウターとかでもこのブラウスはね大丈夫かなと思います。はい、うん、あ、まゆちゃんとってもかわいい、ありがとうございます。あからさん、スカート合わせみたいです。 OK です。じゃあちょっとスカートの合わせしてこようと思いますので少々お待ちくださいませ。はい、ちょっとお待ちください。よいしょ、あるので汗じみとかもそこまで気にならないんじゃないかなと思います。うん、浅織さん、くしゃみしてくれそうな素材って、そうですね、本当これはね清涼感たっぷりで結構清潔感があるというか、もうすごいこれは着ていただきやすいと思います。あとまあデザインが本当女性らしいので結構大人っぽくも見えますし、なんか全然普段使いもしていただきやすいアイテムですね。うん、よいしょ、よし、お待たせしました、スカート合わせしてきました。こちらギンガムチェックと合わせてきました。なんか春らしくていいですね。ウィズシー大人気 のマーメイドスカートと合わせてきたんですけど、こんな感じで着てもらったらよりガーリーらしさがプラスされるかなと思います。はい、で後ろね結構開いてるんですけど、こんな感じで別にバックオープンのキャミソールとかじゃなくても普通のタンクトップで合わせてもらっても全然おかしくないので、個人的にはこのイズシーのスクエアタンクと合わせるのおすすめです。こんな感じで、うん、全然インナー見えてても問題ないので、はい、まあ、もちろんバックオープンのキャミソールとかと合わせていただいてもそれは大丈夫なので、いろいろインナーもそんなそこまで気にせず着ていただきやすいと思います。はい、うん、モテ女子でありがとうございます。でもね、可愛いですね。このピンクも本当淡いピンクなので、すごい着ていただきやすいし、大人っぽいですね、本当に。ピンクベージュなので。ちょっと今、画面上だったら結構色飛んじゃってるかもしれないんで、正しいお色は商品ページ見ていただけたらと思うんですけど、結構淡い本当お色なので、こういう銀ガムとかとも相性いいですし、いろいろコーディネートは、もちろんデニムとかでカジュアルにしてもらっても可愛いと思います。あ、はるさん、もう一回ブルーの色味見せてください。ラベンダーみたいな色かな。あ、でも結構ね、近いかもしれない。ブルーとちょっと紫が混ざってる感じなので、なんかラベンダーよりかはブルー寄りです。なんで結構中間ぐらいかな、ラベンダーとブルーの。こんな感じ。ちょっとね、今、色が飛んじゃってるかもしれないんで、正しいお色は商品ページ見ていただけたらと思うんですけど、こんな感じです。ブルーと紫が混ざってる感じかな。確かにラベンダーが近いかもしれない。こんな感じです。もちろんこのスカートにこのトップスでも可愛いですよ。こんな感じです。まあ、これやと普通にベージュのこっちでもいいかもですね。ベージュのスカートと合わせてもらっても可愛いと思います。はい、です。水着の上からでもいいかもね、美穂さん。確かに水着の上からでもいいかもですね。なんか今よくありますもんね、普通にこういう私服を着たりするの。
全然大丈夫だと思います。これでもいいかも。花柄のスカートとかでも可愛いかも。一気に結構女性らしい甘めのコーデにはなるんですけど、こんな感じで、これあの花柄のスカートなんですけどと合わせてもらっても可愛いと思います。はい、